方がね、はい、いいピッチャーもいますからね。そうですね、はいはい。それではまもなくヒーローインタビューが始まります。それではスタンドのオリックスファンの皆様、そして全国のファンの皆様、お待たせしました。今日のヒーローです。8回の試合を決める逆転スリーランを放ちました吉田正尚選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずホームランの場面から振り返りますが、試合の中では劣勢に立たされている中でのバッターボックスでしたが、どんな意識で打席に立ったんですか？前の打席凡退していたので、もうここという場面で回していただいたので、もうなんとか、点を取るつもりで打席入って、まあ、結果最高の形になってよかったです。特に球場全体が張り詰めた雰囲気の中でしたが、相手チームの声援などは気にならなかったんですか？まあ、ゲームが動いてたので、まあ、なんとか逆転できるようにと思って打席には立ちました。今日何度も打ちあぐねていた相手のストレートを一振りで仕留めましたけれども、感触いかがでしょうか？そうですね、4打席目まではもう抑え込まれていたので、もうチャンスだったので追い込まれる前にと思って、準備しました。前回の対戦の時に続いてのまた決勝打となりましたが、このあたりの、ご自身の勝負強さというのはどう受け止めていますか？それはたまたまだと思います、はい。ホームランはこれで7試合ぶりとなりましたが、9月の打率も3割5分近くとなっています。ご自身の打撃の状態はどのように受け止めますか？いや、もうここ最近全然自分のスイングができなくて、歯がゆい打席が多かったんですけど、結果今日はホームランになってよかったかなと思います。では最後に、これからも吉田選手のフルスイングを期待している全国のファンに向けてメッセージをお願いします。もう残りの試合少ないですけど、全力で戦って少しでも上を目指せるように、僕自身一本でも多く打てるように頑張ります。ありがとうございました。今日のヒーロー吉田正尚選手でした。8回に逆転のスリーランホームランを放った吉田正尚ヒーローインタビューでした。本当にね、この人の飛距離というのは魅力あります。